はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。大根のね、間引き収穫します。で、前回ね、詳細の動画を撮りますって言いましたんでね、今日ちょっと詳細動画撮ります。まずこれ1本抜きます。よいしょよいしょ。ああ、二股ですねいきなり二股です。これどうしようかな、捨てちゃおうか。これはいいや。いきなり二股です。ショックでかい、はい、でこの次がね、ちょっとあの株元が分かりやすくなってるんで、ちょっと寄ってね、解説しながら撮っていきたいと思います。いや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 いきなり外れ引いちゃいましたね最初からそんなこともありますよね。ちょっとね、場所が分かんなくなってしまうので、軍手というか手袋を、ね、置いておきます。はい、この青い手袋ですね、手袋の元ですね。よっこいしょ。ここらで見えますかね。本当はね、上の葉っぱをスパッと切っちゃえばいいんですけど、まあ、あの収穫する方の大根はね、葉っぱ切っちゃってもいいんですけど、残す方の大根は葉っぱがないとまずいんで、一応ね、葉っぱをかき上げて説明したいと思います。はい、でこんな感じですね。画面の右側が太くて左側が細いと思います。で、どっちを取るかっていうと、こっちのね、右側の太い方を取れば、こちらのね、左側の細い方が大きくなりますので、今回はこちらを取ります。よっこいしょ。あ、手袋いらねえな。よいしょよっこいしょ。結構ね、よいしょ、あ、結構太いですね。はいはい、こんな感じでね、抜いていきます。で、まあ抜く基準は、まあパッと見て、葉っぱが大きいやつをね、見て、その大きいやつの中で、まあ2本生えていれば太い方を収穫するっていうような、ルールでやっていきたいと思います。はい、じゃあね、ちょっと移動します。ちょっと小さくした方がいいんだね。はい、で奥の方に棒が刺してあるんで、奥の方から、棒のあるところまでね、やりましたので、今日は、棒のあるところから、まあ、こちらへね、カメラの方へ向かってやっていきます。で基本的にはつぼ巻きになってるんで、2本生えている方の大きい方を取ると、今やったやり方ですね。で取っていきます。元気のいいものを先に、抜いていきます。なんかね、アマちゃんが来て遊んでちょうだいモードなんですが、今ビデオ撮ってますので無視します。お前な、ビデオ撮ってる時は来るな、邪魔なんだから。どっちにしようかな。よし、左で行こう。もうこれエイヤです。まあ、先ほどのようにね、明らかに片方の方が大きくて片方が小さいってなればね、あまり悩まないんですけど、まあどちらも同じぐらいだとね、悩んじゃいますよね。これも2本ありますが、もうこれこっちの方が絶対大きいんで、こっち抜きます。はい、
こちらも、エリアですね。よし、こっちを抜いちゃおう。よっ、よいしょ。なんか大根がね、まっすぐ伸びてる大根がないですね。かなり、まあこれはちょっと商品としては平均高く売れる商品では ないですね。よっこいしょ。これも2本入ってる。これは1本だ。これは1本。これはこっちだな。こっちが大きいな。よっ。よいしょ。これも2本入ってるんですけど、まあこれもどっちもどっちだな。悩むな。いや。エイヤでもよいしょ。あれれれ、葉っぱが切れちゃいましたね。せーの。ああ、葉っぱ切れちゃいましたね。これはちょっとスコップで周りを掘り起こさないと厳しいかもしれないね。ちょっとこれは後に回しましょう。こんなのもあるんだね。一本抜けないです。葉っぱが切れちゃいました。なんかね、秋の大根は、あれ、これも厳しいか。ああ、これも厳しいな。ダメだ。これも抜けません。いや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 。もう葉っぱ切れちゃったんでね、ここはあるし、ここは1本、あ、これ2本だね。よいしょ。よっこいしょ。あー、これもひどいね。これもポイだな。捨てちゃいましょう。はい、ちょっと動画はね、2本抜けなかったんで一旦動画止めます。こんなひどいのもあるんですね。はい、じゃあ動画の方一回止めます。はい、スコップ持ってきました。で、先ほどね、一本抜いたんですが、日本の大根同士が絡んでました。あれは取れないわな。うん。後で紹介します。よっこいしょ。こちらももうしょうがないんで、端っこの頭の近くの土を寄せて、よいしょ。大根のね、もう頭を掴んでよいしょって抜かないとちょっと抜けないみたいです。よいしょ。これで抜けそうだな。よいしょ。はい、じゃあ抜いてみたいと思います。よっ、あれ、これ抜けねえぞ。抜けた。まっすぐな大根なんですけどね。いや、まっすぐの大根なんだけど、結構きつかったですね。はい。じゃあ、抜けましたので、動画の方一回止めます。はい、じゃあね、先ほど抜けなかった大根が抜けましたので、これからね、軽く葉っぱを切り落としていきたいと思います。でね、最後に抜けなかった大根です。これはほぼほぼまっすぐだよね。はい。で、これが、一番最初にね、抜けなかったやつで、これは、ここにこういうふうにね、大根が走ってました。ですから、絡んじゃってましたのでね、これはちょっと抜けないと思いますね。あとは、まあ、軽くね、葉っぱを、切り落とします。
よいしょ。この辺もちょっと絡んでそうですね。ここ平らになってるんで。何本だろう、2、4、6、7本ですね、全部で7本収穫しました。よっこいしょ。はい、こんな感じですね。よっこいしょ。暑い。はい、全部で7本収穫終了です。